繋がってる。カメラ回しても大丈夫ですか？誕生日おめでとう。よし、とりあえず家に出ることに成功しましたね。はい、しましたね。今日何しに行くの？はい、みきちゃんの誕生日プレゼントを買いに。じゃあ、じゃあ今みきちゃんがね、まさかの誕生日に熱発っていうね、2日前ぐらいからみきちゃんがすごい高熱出ちゃってて、俺たちなんともないんだけど、みきちゃんがほら具合悪くなったから分かったんだけど、みきちゃんの寝巻きが異常に少ない。飛行機で俺が前からみきちゃんにプレゼントしたいなって思ってたのがちょうど寝巻きだったから、ちょうどいいなと思って。俺が調べた限り熊本に1店舗しかないって。フランフラン違うよ。ジェラートピッケー。いやでもね、ミキちゃんね、こだわりが強いというか、ミキちゃんの好きな寝巻きは足元がキュッて締まってるやつなのよ。そういうのがあればいいけどね。とりあえず今から買いに行こう。スルヤに。え、多分この階だよ。あった。あった、あった、あった。うん、カメラ回しても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。あ、はい、大丈夫ですか？すごい。 TikTok に載せるんですか？ YouTube に。 YouTube に、はい。今日妻の、はい、あのやつを選ぼうと思ってて、はいはい、ね。え、なんか足の先端がなんかキュッてなってるやつとかってあります？デザイン的にはシンプルなものがいいとか、なんかこういう可愛い感じのがいいとか。あ、上は別にやっぱジェラピケ感欲しいなとは、はい、ねえ、せっかく。すいません、これ A4 素材なんですけど、秋物になりますね。すごい柔らかくて。あ、ありがとうございます。ご利用ください。ありがとうございます。あの店員さんとか全員通行人の人もモザイクかけるんで大丈夫です。それで安心していただければ。チェックします。あ、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、これ行って。ありがとうございました。ありがとうございます。これ可愛くない？本当だ。今日やってたけど、はい、変えたね。変えたな。あとは変えるだけやな。いや、鼻。あ、ごめん。あ、とりあえず買ってきました。うん、あ、決まった。とりあえず今から帰るんだけど、あのジェラートピケはもう今日は終わったない。今日はあの、花だけ買ってプレゼントってことで渡して終わり。Okay. うん、で一旦、あ、プレゼントなかったんだ、まあでも、うん、まあ今日は一回ちょっと我慢してもらって、はい、でもうちょっと元気になってからプレゼントしよう。はい、はい、明日でも明後日でも。はい、 OK。 はい、だからママにジェラピケのことは絶対に言っちゃダメよ。はい、いい？これ多分ミキちゃん、あの動画完成してからしか見ないから、日頃の思いを言い語って。いつも私たちのことを愛し続けてくれるところが大好きです。そうね、ひらきさん、ミキちゃんのいいところでも結構いっぱいあるからな。あるよね、本当にある。ミキちゃんはなんか自分のことを犠牲にしがちなんだけど、なんでもかんでもね、私が我慢すればみたいに思うところあるんだけど、だからこそなんかこう一緒にいる俺たちがなんかミキちゃんのお祝いの日とかはちゃんとね、お祝いしてあげないとなんかダメだと思うんだよね。好き、同じこと言った。ダメ、ちょっとダメだと思うんだよね。同じタイミングで俺たち繋がってる。これ一個食べな。お口クッピーだから。え、何？パパね、お口クッピーだからこれ一個食べた。ありがとう。誕生日おめでとう。ありがとう。おめでとう。誕生日おめでとう。ありがとう。あ、すごい、お店が選んでくれたの。ごめんね、今年それだけだけど。全然大丈夫だよ。いいよいいよいいよ、まだ全然ゆっくりで、ちょっと準備だけしとってもらえると。ちょっと
どうしても撮りたい絵が一個だけあるんだよね、うん、ごめんね。わかりました。あ、まあ、でもパパ見て、あ、後で見せる。ちょっと並んで。かわいい。座って。で、これでちょっと引き目に今回撮ってみようかなと思ってて、帰ってこようかな。いやいや、かわいいよ。大丈夫大丈夫。シャツ帰ってこようかな。いいよもう。ちょ、まーちゃん早くして。お誕生日おめでとう、お誕生日おめでとう、お誕生日おめでとう。うわー、プレゼントです。ポイもあるの。ありがとう。だから2枚書いたって言ってたけど、それ嘘。ああ、ありがとう。俺も2枚サプライズ。お誕生日おめでとう。あのね、この中には厚い寝巻きが入っちゃってるから。言うな、そういうこと言うな。いや、元気になってから渡そうって2人で話してたの。どうした。ありがとう。友達に書く系って言ってたやつだと思って。いつもの誕生日だったら家族3人でお祝いするけど、具合悪いし30歳のお祝いちゃんとできなかったじゃん、記念のお祝いをね。だから大きくなったし、2人でいろいろ作戦を考えて、せっかくなら動画にできたらなと思って。いや、だけど今度さ、あのバーバとママとパパと私みんな合わせてさ、今度ちゃんとさ誕生日会しよう。そうこの家族だけのね。ミキちゃんのこだわりポイントを抑えたパジャマにしたから。そうなる。夏場でも長ズボンで寝るじゃん。こういうね。そうで、足元が閉まってるやつ。違うね。足入るかな。うわ、すごい。うわ、かわいい。え、これね。やば、銀じゃん。そう。あ、確かに。もう2枚入ってるけど。うん、2枚買っちゃいました。あらー、こういうの。そう、正直。足元閉まってるやつ。うん。入るね。うん、ね、これね、うん、私とオスロなの。あ、そうなんだ。そうやん、かわいい。やだ、めっちゃ気持ちいい。どう、かわいい。あ、ねえ、気持ちいい。履いてないみたい。もうなんかふわって感じ、ふわふわって感じ。ほら、やめて。体調不良とは思えない、病み上がりとは思えない動き。すごい、ありがとうね。とりあえずじゃあサプライズ成功ということで。はい、ありがとうございます。お疲れ様、おめでとう。すごいね、サプライズ仕掛けながら。いや、全く気づかなかった。本当に私結構ほらわかるか、俺。いや、絶対にバレる。やばいね。わあ、めっちゃ重すマジですごかったよ。いや、本当すごかったよ。